するしなぜでしょうこんばんはこの間の三脚どっこ行っちゃったんだろうね。 まあまあちょっと今日はね告知をたくさん8時たくさんでもないんですけど私的にはたくさんなんだけど8時ぐらいからちょっと告知をねたくさんしちゃったのでちょっとあの整理しようかなと思ってあの配信しましたまずはえっ、ー、と6月の9日 にえー、と撮影会会とチェキ会を開催しますイエーイ6月はあの悲しい残念なことに6月9日しかイベントができなくてちょっと1日しかみんなと会えないんですけどその日6月はそう悲しいことに1日しか 会えないので先に撮影会がありましてその後ねチェキ会だけなのでまあ、チェキ会だけでも撮影会だけでもぜひ6月会いに来てくれたら嬉しいですお願いしますそう5月のねチェキ会もみんな会いに来てくれてすごくすごく嬉しかったからありがとうございます なので6月9日はそう夜この間は昼間だったけど夜だったら、まあ、仕事終わりとかさなんかライブ渋谷でやってたら帰りとか合間とかに来れるかなって思いますけれどもまあねあの9日6月は1日しか会えないから会いに来てください。 えっと、撮影会の抽選は今日の8時からえっと近々なんですけど6月4日の、えっと、3時までしかやってないからあのみんなお忘れないようにお願いしますそしてチェキ会は予約制になってるのでぜひ予約してくださいが6月は唯一会える一日で。 えっとその次が、えっとこれも今日の9時から販売してるんですけどえっとデジタル写真集のオフショット動画とイメージ動画の動画っていうのかなオフショット動画が販売開始されました。イェーイこれは、あのそのそねまだまだ見てないよねみんなわからない。 もう発売してまだそんな時間経ってないけどこれは前編後編と前編後編って合ってるよねとんーと結構5分とか7分とか割と長めのオフショットあの撮影風景の動画だったりあのイメージ動画だったり2つ入っててまあ全部のその前編後編の両方をあの水着の。 見見れるからあの見てくださいなかなかさグラビアのオフショットなんか撮影風景とかってさなかなか見れないじゃん。だけど今回は見れてるのでぜひ皆さんみんな必ず一人一人あのちゃんと自分であの見てください。 もう前編も後編も見当に早くないさすがなんだけどありがとうやった一番ノリじゃない嬉しいありがとうねそうなかなか自分の撮影してる風景とかってさあんま滅多にさ見れないじゃんそうだからこんな感じなんだなとかイメージ動画ももちろんあるからぜひこちらも こちらは、えっと、今日の9時から6月の15日までなので絶対に見てください。そしてこれはちょっと今日はね告知がありすぎるので明日もう一個するんだけどあのみんながね多分もうゲットしてくれた方いいんですけどデジタル写真集のオフショットチェキのサインのみのチェキがあの今日か今日の9時と まあそれも15日までなんだけどそれも販売してるんですけどちょっとそれは明日ちょっと告知しますのでまあねまだこの間買えなかったよって方だったりまあねまだ買ってみようみたいな人はよかったらゲットしてくださいでもあのデジタル写真集のオフショットチェキもねみんな頼んでくれてありがとうすごいみんな いいっっぱい頼んでくれてて嬉しかった心を込めて一人一人にあのサインしてあてナ書いてサインしたのでありがとうございます。ちゃんと頼んでくれてる人は頼んでくれてるなーって思いましたし頼んでない人は頼んでないんだなーって思いました <laughs> けどみんなありがとうございます。ってな感じです。ちょっと 私的には告知めちゃくちゃ多かった何かそう今日いっぱいになっちゃったんだけどすみませんけどとりあえずあの6月9日はもう来週の日曜日でそんな時間もないんですけど6月は会いに来てほしいですし、えー、っとデジタル写真集のオフショット動画もたくさん見てください チキ可愛かったありがとうそあのねチキもあのみんなどれにしようかなと思ってねポーズとか割とさあの寄り目と寄り目と引き目があるからどれにしようかなと思ってねあのね考えながら選びましたアイドルしてなくてもアイドル活動忙しいねアイドルしてなくてもアイドル活動忙しいね。 どういうことアイドルみたいな活動ってこと確かに意外といろんな仕事いろんな仕事っていうかそう本当はね別日,別日にねやりたかったんだけどちょっと1日しかできなくて申し訳ない。だてから6月9日に一気にギュッてまとめちゃったんだけど申し訳ないけど今日もねそのためにお洋服買ったから楽しみにしてて。 あれれか買買おううと思ってたら買うの忘れてたたらの忘本当そうもしかしたらそういう方もいるかなと思ってスタッフさんがサインだけでも入れて販売しようって言ってくれたから販売するからそれはね明日ごめんねサイトは出すからお待ちくださいごめんね今日前髪さ去年お出かけしてたんだけど今日前髪分けてみた。 みんななどっちが好きなんか前髪伸びてなんか切っても切っても伸びてきちゃうちょっと今の期間だけボブだからごめんねもうすぐすぐエクステはつけないつけるんだよねつけないといけないっていうかロングがいいなんかロングつけて今の長さ,長さすごい微妙だから そうエクステつけて1か月ぐらいたって外した時に伸びてんじゃんってなるんだよねむぎちゃんの DVD 持ってるのでまた見直す見直していっぱい前髪そう分けてみた超久しぶりに分けたでも私はキラホレ入る前はさずっと前髪あの分けてたからさ もうなんかアイドル前髪っていいうのかなかんないなんかなななわんんくるんみたいなさやってたから久しぶりに分けてみたみんなどっちが好きなんだろうパッツンと。なんかずっとね前髪をこういう感じにしてたんだけどキラホレに入る時はなんか若く見せたい若くっていうか。 自分が一番年下だったからなんか若くなりたいなと思って急きょ思い切ってなんか美容室行ってなんかパッツンにしたんだよねそうだからそれまではずっとこういうこういう前髪でもないけどアイドル前髪でいたの分けた前 前髪分け,てると B 確かに分けてみちゃったどっちがいいのかな分かんない髪の毛もそうちょっと暗くしちゃったんだよねでも髪の毛めちゃめちゃ伸びたと思う伸びるの早いんだよね今日前髪しかいじってなくて。 今日風強いねめちゃくちゃどっちも可愛いなんかどっちもできるようにしたいよねそうですちょっと告知話変わっちゃったんだけど今日は告知をねたくさんしちゃったので配信しましたまだ終わんないけどみんなもねちょっとたくさん告知しちゃったからちょっと大変かもしれないんだけど そんな感じですまあとにかく会いに来てくれてゲットしてくれたら嬉しいです動画のまきちゃんボブで懐かしみがあったあの時まだちょっとさ短かったあれはね3月の後半ぐらいに撮影したやつだから多分ねまだ 全然超ボブだしなんかあの時幼かったよね私も見てなんか幼って思った今日はねめちゃくちゃいっぱいご飯を食べちゃってやばい食べないとね決めてたんだけどなんかね今日はね 出かけしてなんかそこでまずなんかジュース喉すごい渇いちゃってなんか桃ジュースみたいなの飲んでで帰ってきてなんかいちごスムージー飲んで夜はお父さんがなんか焼き肉弁当をね買ってくれて焼き肉弁当を食べてでママのねご飯もあったからママのご飯も食べてみたいな。 お昼はラーメン食べてチャーハンも食べてやばくない今日食べ過ぎなんだけどだからね今日サウナ行きたかったんだけどなんか行く気力なんそう告知もさあったからなんか行けなくてそう今日めっちゃ食べててやばいんだけどどうしよう お知らせと聞いてグループ決まったたかと思ったお知らせというかそう告知がいっぱいになってしまって申し訳ないリンゴジュースブームはなんかデパートみたいな感じだったからリンゴ桃マスカットのサイダーがあってリンゴサイダーが迷ったんだけどなんか桃の気分だなと思ってね桃にしたえめっちゃ食べてるよねめっちゃ食べて飲んでるえやばいよね 今日ちょっとやりすぎもう1日食べすぎてて飲みすぎててラーメン食べるよ今日やばい反省明日からどうすればいいのえ雨降ってるよねさっき降ってたのかな昨日かななんか雨やばかったの今からサウナ見いいなサウナ行きたい今から行こうかなってレベルぐらい サウナ行きたかった、かっさすがに今日は食べたからサウナ行くって思ってたんだけどなんか行けなかったえ、今日食べ過ぎてて本当に反省してるこんな一日食べたの久しぶりかもしかも昨日の夜に帰ってきて。 カレーをね作ってカレーってさみんなさ作った時さ絶対余るからさカレーってさ3日ぐらいは持つじゃんだから明日は絶対カレーうどんにするって決めてたんだけどなんかお姉ちゃんたちがラーメン食べるって言うからなんかマキも食べたくなってラーメン食べてで夜夜こそカレーうどん食べようと思ったんだけどなんか。 焼肉弁当に釣られて焼肉弁当食べちゃってで結局カレー残ってるってえカレーってさ3日とか腐っちゃいますかね一日だけどそんな変わんない大丈夫かな心配で心配で仕方がない毎日なら危ないけど基本はもう最近ね一日1食しか食べないんだよね ある意味健康に悪いそう全部に釣られてる本当はマックも食べたかったけどラーメンにした冷凍,あ冷,凍冷凍しますねずっと放置してるやばいよね臭くなりそうてかね今日メイクめっちゃ変えたのわかんないよねあんまりメイク薄くした やばいもう15分たってるんだ早いやばいよね明日はちょっと気をつけます食事反省してなんかさ今日すごいさ黒フェスのさみんなあのー、画像とか上がってきてすごい楽しそうでうらやましいってなっちゃったよね夏フェス キロフェスも去年出させていただいてめちゃめちゃ楽しかったから今年出たかったなってキロフェスってどこでやってるんだっけ幕張なんかすごい懐かしい気持ちになった夏フェス楽しいよね夏フェス出たいよ そうみんな楽しんでてしかも高峰さんがなんかね MC でさ出ててなんかそういうのも全部流れてきたから楽しそうってなったソロで出ればいいじゃんソロみんな来てくれるのソロ <laughs> でさ夏フェスは新しいよね今までにないいるのかな プロフェス行っってなないけど今東、今え、ね、思ったなんだっけなんか流れてきたあ東京いるやんと思ってでもあそこずっとねマキちゃんずって変わってなくてえ優しい優しいってなった <laughs> 優しいっていうのかなありがとうってなったよありがとうこんばんは夏フェスって楽しくない 私も一番好きかも去年は何日間出たんだろう全然覚えてないけどシャイニューで出たのはすごく覚えてるエアコンがあってちょ直 ななんとか日光が当たらないフェス行くエアコンないよね外はねさすがにね幕張だっけでもさ野外は暑いよ普通に夏フェス楽しかった思い出楽しいよね来てくれたもんね理由は出たことはないかなアットジャムとかはあるけど 夏フェスは楽しいけど待や本当とに夏フェスまあいつもさ本当にどこのライブの時も限らずみんな来てくれるみんなには本当にありがとうって思うけど夏フェスは特に本当にありがとうの気持ちしかないよね。みんなはさ見てる側も熱いしさその物販までの間とかさ私たちもさ楽屋はさ外だけどさ みんなはさなんかほんとに絶対人もさ多いだろうし絶対暑いじゃんだからほんとに夏フェスは特に一緒にさ楽しみたいけどみんなありがとうって気持ちだよね楽しいよねけどやばい、やっぱ三脚ないとつらいよね で今何だ25分30分だったら終わりにしようなんかいないかな <laughs> こんばんは夏の野外は 暑いよね。でもまださ6月マシの方じゃないこれからもっと暑くなるのかなわかんない。なんかさ、いつもさ、ショールームやってるけどさ、みんなさ、TikTok ライブとかもやってるからさ、マきも TikTok ライブやってみたいんだけどさ、みんな TikTok ライブとかやったらさ、見てくれんのかなインスタライブもやりたい。フォロワーをね、今、SNS 全般に増やしたいんだよね。 クトククライブってやったことないけどどうやってやるんだろうマキちゃんだやっほー逆に黒フェスは雨地獄一回さあ,あったよね嫌われの時だっけなんかさめっちゃ雨だった特典会やったっけもちろん見るよありがとうでもやり方はね分かんないんだよね んかメイク薄くしたからメイク変えたからなんか今日顔が違って見えるしかもこの間さロングだったけど今日ボブだから変な感じ TikTok ライブやってみようえあの時さやったっけ フォロワーがたくさん入れば配信できるよ。どし降りの中で地球がボロボロになった。やったっけあの時さ、特典会。やってたっけ雨の中やったよね。ちょっといつか分かんないけど、TikTok ライブもやりたいと思ってる。幼く見える。え、確かに。みんないつも、いつもとさ、今日みたいな。 髪の毛はあれだけどどっちが好きなんだろう善をしめに会えなくて悲しいので応援してください何してるのいつ会えるの会いに来てね今もう6月になっちゃったので、ね今日からびっくりすることになんか5月もあっという間に終わっちゃったから。 でも6月も無事に会える日一日だけだけどあのみんなと会える日作れてよかったから会いに来てくださいきちゃんスナック見えるし白のピンクカーテンで何年前に戻ったけどえ確かに今ねいつもあなんかもう語彙力が全然ない ね、このピンクカーテンはお家配信でずっとやってたから懐かしいよね一人暮らしの時はさあのソファーだったからね基本合わせてください抽選嬉しい申し込んでくれたのありがとね本当にありがとうなんかみんなにどうやって感謝の気持ちをいっぱい伝えたらいいかわからないありすぎてそうて ありがとうって言ってるけどもっともっと伝えないといけないから本当に感謝していますみんなにありがとうございますやばいみんな半になったら教えてください時計がない明日は日曜日だねみんな何するのかな日曜日を送ってください ごめんねこんばんはって言ってくれてるけども、うん、終わっちゃうんだスピンに近いぐらいのでも今も割とねほぼスピンに近いぐらいの最近はもう化粧もめんどくさくてずっと薄メイクあ30分強くないかつらいないけどちょうど危なかったウエはあ私が言ったことうちゃんは会いたいので6月 か絶対に会おうねもう半だみんな終わりが急遽すぎみんなありがとう今日はねいっぱい配信しちゃったんですけどあのねチェキ会、撮影会とえっとなんだっけデジタル写真集のオフショット動画とチェキもみなさんたくさんゲットしてください ありがとうごめんね今日は告知たくさんになってしまってあの X に全部上がってるのでまだ見てないよって方はあの見てください明日チェキの販売はします絶対いいこと言ってたのに音聞こえなかったのおもろい好きやえどうして聞こえてるこれえ聞こえてるよねみんな悲しいありがとうみんなでは ランキンキグを読みます13位「XYZ」と「まきちゃんズ」さん12位が「竜巻さん」11位が「はめさん」10位が「人生目標まちゃんと結婚」さん9位が「世界一可愛い女の子のファン」と「まきちゃんズ」さん8位が「竹尾ビルさん」7位が「ロコポコさん」6位が「青山さん」 5位がダフヨジさん4位がアンジュヨンカムパンガッタさん3位がプラハタンさん2位がワサスキャットマキチャンズさん1位がスーミン大使ありがとうございましたたまに手でマイクをさえてるえごめんね手持ちだったからごめんなさいだけどみんなありがとうってことを伝えましたありがとうおやすみバイバーイ